ああ久保さん、実はね、僕言ったことあるんですよ、母ちゃんに。で、母ちゃんショック受けてましたけどね。<laughs> 僕、産まなきゃよかったのにっていう。なんか、まあ、結構ね、やっぱ、当時僕、貧乏で、まあ、なんか、劣等感というかね、まあ、いろいろあったりしたんで、ね、あの友達のおもちゃ盗んだりとかしたりとか。 まああのー、中学校の時もねチャリンコパクって警察にそれは警察沙汰になって警察で土下座して泣いてみたいなとこもあるんですけども、まあ、今思うとその劣等感貧乏だったからね、まあ、将来なんか成功したいなとか社長になりたいな金持ちになりたいなと思ったのはそういう幼少期を過ごしてきたからって今思えるんですよ。 だから普通の家庭に生まれてて普通に恵まれてたら多分今はこういう人生送ってないだろうなと思うんで逆を言うとまあ貧乏で良かった運が良かったって思えるんですよでそういう人生を送れたんだよね僕はねだけどそういう人生を送れてない人はずっと俺はか俺の家庭は俺の家庭はこうだったからこうだったからこうだったからって言い続けるんでしょうね だ過去は変えられないけど、過去の意味付けはいくらでも変えられるんで、まあその意味付けを変えられる人が運がいいんじゃないですかね <laughs>。うん。だからこれはね、勉強していろいろ本当実践していろいろ本当やっていくってことは大事ですね。じゃないと多分ね、うん、鳥籠の中ですね。うん、ずっと。ず,っと,ずっと鳥籠の中で、その新しい概念とか新しい捉え方とか新しいものの見方っていうのはできないので、 まあずっとと鳥籠の中にいると思いる思ます。自分の狭いその考え方というか。だからまあ、僕の考え方では、まあ、例えば悩みとかもあると思うんですけども、悩みは確かに今目の前で大きい悩みかもしれないけど、宇宙から見ると、まあ、そもそも人間なんかはもう見えないというかね、アリンコなんですよね。だからどこの視点で見るかによって代償は変わってしまうということですね。どこと比較するかによっても代償は変わってる。貧乏っつってもね、生まれた瞬間ね、裸足でね、家もあないみたいな。 そういう国もあるわけじゃないですか。餓死している子供もいるわけですから。でそこ <laughs> だから僕はね、だからそのすごく印象深かったのが、あの中学校の時に僕、中国行ったんですよね。あの卓球で、遠征で,で。その時にマクドナルドが当時、もう二十何年前の話ですけども、マクドナルドの隣は、もうめちゃめちゃすごいボロボロの校舎なんですよ。なんか異様な校舎なんですよ。なんかマクドナルドだけ綺麗で。 隣の廃墟なんですよ。やばないですか廃墟の中になんかマクドナルド一個だけ綺麗に立ってるみたいな <laughs>、そんなとこありまして。で、そこの、まあ、あのみ,みんなそこマックン食べに行ったんですけども、あの、なんか、2、30人ね、子供もほんと、靴もボロボロなんですよね。で、洋服もボロボロなんですよ。で、鼻垂ら,らしてるみたいな、そんな子供たちが2、30人たかってるん,んですよね。で、マクドナルドから出てくる人に、こう、 こうやってたかってくるんですよ。だから、控えてるんですよね。で、僕も中1だったんですけども、その時に、女の子ですね5。5歳ぐらいですよ、多分。5歳ぐらいの女の子で、あの、靴が1個ないですよ。1個が、まあ、裸足だったかな。で、まあ、鼻水垂らしてね。で、もうボロボロですよ。で、ずっとこうやってくるんですよ。で、僕、中1ですよね。よくわかんないんで。 でも、唖然としましたよね。同じ地球上に生まれていて、まあ、貧乏言うてもね、一応中国行かしてもらってるんで、うん、なんか、すごく感じるものがありましたよね。なんか、あ、世の中にはこういうところもあるんだと。だから頑張んないといけないな、みたいな。うん、なんかいろいろ思うっていうね。だから結局思うに、また帰ってくるんだけども、<laughs> 思えるか思えないかですよね。うん。いってらっしゃい。